岡県の歴史は僕たち県民が作ってきました。そして新たな歩みが刻まれる。福岡県の取り組みや魅力、知って得する情報をお伝えします。 You & My の知っとく福岡。こんにちは、知っとく福岡です。芸術文化、体験、交流などさまざまなイベントを開催している九州芸文館が今年で開館10周年を迎えました。さあ、九州新幹線の筑後船小屋駅にやってきました。本田総支配によろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もう駅出てすぐ、はい、ドドーンとすごいですね。そうですね、あれが、はい、あれが10周年を迎えた九州芸文館です。ねえ、かっこいい。山並みの三角形の集合体が筑後の平野に舞い降りたということで、日本を代表する建築家隈研吾さんのデザインなんです。東京オリンピックの競技場、新国立競技場をデザインされた、はいはい、そうです。へー。10周年を迎えた九州芸文館では、地元のさまざまな芸術や文化に触れることができます。筑後地域の祭りや伝統芸能に焦点を当てたイベントや、地元の鉄道の歴史をたどる展示会など、その魅力を積極的に発信してきました。中も素敵ですね。そうですね。でここは、はい、九州芸文館ではアカデミーを開講しておりまして、はいはい、1月でだいたい30講座、まあ、今回の絵画だったり書道だったり工芸だったり、いろんなアカデミーを開講しています。この日は水彩画教室、皆さん真剣です。あ、お上手。すごい。一番下手な。嘘。これで一番下手になっちゃうんですか？水彩画の魅力って何ですか？なんだろう、やってて楽しいから、うん、それだけですね。先生の教えを受けて水彩画に初挑戦。いくと思います。筆の方向で丸みをちゃんと感じさせてあげるとかですね。初めての水彩画、30分で仕上げたリンゴ、こちらです。おー、どうですか？薄いところをですね、丁寧に作っていただいたので、立体的に見えているかと思います。先生のおかげです。はい。九州芸文館では一般の方への施設の貸し出しも行っています。セミナーやワークショップなど、さまざまな目的で利用されているんです。11月18日土曜日、九州芸文館開館10周年記念ということでイベントを開催します。はい、和太鼓や人形浄瑠璃などステージ企画のほか、筑後地域の伝統工芸、ものづくり体験やキッチンカー22台も参加します。ぜひ皆さんお越しください。さらに12月3日まで、芸術家の岡本太郎さんが撮影した写真をはじめ、絵画や彫刻作品を紹介する特別展を開催しています。10周年記念イベントについての詳しい情報は、九州芸文館のホームページをご確認ください。11月10日から3日間、ベトナムハノイフェアを開催します。ハノイ市の料理や雑貨の販売に、ベトナム伝統舞踊も披露されます。また来週この時間にお会いしましょう。